さあ 1P アバオ 2P おっとアバオさん先方ロバートっすね。さあすられ玉をくぐってさあ遠心からワンコンボ減るなこれかぶせで。さあジャンプリージャンプリー裏には後転でおーしかし発動5を食らう竜撃拳飛びよ竜撃拳あとディレイジランしかしスパジャンが出なかったか。さあエンディさあ弱くなったと聞きましたがまだまだ強そうですねエンディ。あーっとこれはグラ潰し的なまあグラ潰しとか暴れ潰しというかちょっと待って打撃ですね。キャメーは寝たカスカス、まあ、風邪ひいてるからねあいつ、まあ、確かに、うん。ないで。さあぶっ飛ば。さあアバオさん今までずっと初手ベニマルだったのがロバート初手になりましたね。はい。ウィナーズってライフ差あるんですか。当然あります。あります。 M ダッシュさんが2本取ったらリセットですね。さあでも順番を変えたということはやっぱりクーラベニマルがきついっていうことなんですかね。あーっとこれであれ割りましたね間を中央に戻って、はい、ベニマルコライダーです。え嘘、はい、なんかね技名が全部ちょっとずつ変わっててへえ。今回コライダーベニマルコライダーそうあの反動三段蹴りも稲妻三段蹴りになってああそうなんやへえ。多分要はあの何アニメから取った技名が全部変わってる。あそういうことか、うん、なるほどなるほど。でも絶対コライダーって言っちゃいません、うん、言うね。さあマイビー出なかったというかないのか後が飛びがかぶったカスやな。うおー鬼ヘリ。さあ、あ、アイン持続これ罪か無敵技あるか。でも無敵技ない。あ、で、ベニマルこれだ。あー、なるほど。これだ以外に全勝ちかな。かまあ、超飛はいはいはい、さあ、ゴジェジレオナあーっと、発動から入る。あーっとこれはスパキャンが出なかったか温存か。関東レオナの人は結構発動に回しますよね。そうですね。まあ関西は小足大パンにつなげに行くっていうのが主流ですよね。が多いですねこいつもう貸すしかいないっすねこいつら。まあウーとキャメのことなんですけどね。あー飛びはかぶったさあマックスバーン残りま ますね。さすがに残りますが、ああーっとネオマぶっ放して減る。あさあ待ってコーシー逃げーじゃろ。いや今のかなりリバサでしたね。でもそうですね、まあやるしかないのは、ね、あるんですけどやるならこれだろうみたいなね、うん、感じでしたね。さあ大将1ゲージいやまあ2ゲージロバートですね。あー刺した腰残これ終わります。ラライ。さあ M ダッシュリセットにリーチ。さああと1本取るとリセットですね。さあ、アバオさんは耐えれるかといった形。開幕はロバートですね、ロバートクーラー。さあ、先方ベニマルクーラーがきついということなんですかね。かもしくはロバートがクーラーに行けるかなんでしょう。ああ、なるほどなるほど。まあ、普段からやってるということはまあ多分まあ身内よりも読みもかなりそうですね。さあ、お、あれガードしてんもんな、ちゃんと遊撃拳
エンビエンビエンビかぶったが地上技つながらない。スラガードこれは各班こいつらのコメントやばすぎますね。もうキャメとウフのコメントはやばいんでおおすげえ今の。うわジャク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 ってあれ仕込みっすね。あ投げ仕込んでる。投げか吹っ飛ばかどっちかが仕込まれてる。はいはいはい、なるほどなるほど。それでまあ前後転をきちんと投げると。そうですね、はいはいはい、前後転じゃない場合は連キャンで A が出るんで確認して BAB 発動。まあまあやり毒ですね、はい、仕込み毒。さあ今回はロバートが抜いて、まあ K ダッシュゲージマックスなのでシェル刺した。さあしかしゲージがね4本あるんでこれ2本使われて負けても不利なんで。はいはいはい、なんとかまあ体力を削りたいですね。そうですね。さあこれで4。さあしかし K ダッシュ小足が刺さるとまあ1ゲージで余裕で死ぬんで死ぬんで。あーうまい。あ続く。しかし引き逃げ反撃がないんですよね修正あれ強いっすね。うん、フォローにちゃんと、まあ、キムの飛燕山砲撃と、はいはいはい、件数のぐらいなんですけど、はい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 、さあ時間使ったさあこれは時間使ったんですが体力が減ってないんで。まあでもゲージ差はあれいい感じに、ね、ゲージ差は逆転しました、ね、あのアバオさんが有利になりましたね、はい、さあベニマル系ダッシュうわー表が見えない。もうあの表裏は受けるかもう前後転するかって感じなんですかね。そうっすね。まあでも K ダッシュ立ち消費が長いんで前後転も結構咎められるんで、はい、うわー K ダッシュのこの突破力よさあ大将レオナーエンシエンシ。さあ玉抜けスラッシュセイバーはないからのあーしゃがしいが危なかった。さあ外人チャット欄の外国人の人もかなり興奮しますね。 M ダッシュって言ってるんで。さあ強クローバイツまああれね、シャオハイとかもやるんですけど置き攻めダッシュして止まってダッシュっていう、はい、あれ壊しめっちゃ食らうんですよね。あーっあーっとこれは一本でいや一本死にますねこれ。死にます。さあいい判断でした。今の一本と二本かなり難しかったっすね。さあしかしこれは全然あります。はい大将はロバート。さあこれ五分と言っても過言ではない。はい三本レオナ VS 三本ロバート。レオナの方がわずかにゲージが勝っていますね。遠心飛びがこれはつながらない。 C マイ B マイナス2コシコアコパうわーグラスに B が置いてある。まあでも死にはしないっす。あれもうグラスを止めるためだけに置いてあるんですよね。まあダッシュでもまあ何でも。あーまあまあ置き技か。あーそうかそうかうわあ、マジかー今のうめえ。さあリセットですね。これどっちやったっけ？ V やったっけ？あ、切れた。はい。とりあえずリセットですね。一回リセットです。さあ、もう置き攻めに年季が入りすぎて、まあ空崩れるやろみたいなやつを多分やってるんでしょうねー。刺している安易な牽制を出すと刺されますね、マジで。あ、神谷だ、遠心ね、隙少ないんすよね。はいくるっとさあ、飛びがかぶって EX、飛燕さあ、ジェイジャグ
あー飛びが通った、スパキャンで残らない。あの滑る方の超ヒーだとお決めがつくんですね。そう、ただ滑る方は空中ヒットだと1ヒットしかしないことが多いので、あー地上コンボの時に弱弱弱、空中コンボの時は安定を取って、あの氷の方に。なるほどなるほど。一応空中コンボでも低めで最速キャンセルすれば2ヒットすんねんけど、まあ難しい、はい、なるほど。さあ、エンビジャンプブッ…いや、立ちぶっとば、いらない。さあ、遠距離戦ベニマル、やはりこういう時球があればとちょっと思ってしまいますね。わーっとダッシュして落ち決め突き。さあ、エンディ発動。さあ、これは1ゲージ、1ゲージコーン。ちょっと仕込んだんで難しいですかね。まあ難しいですね、はい、しかしフォローした。まあ操作が忙しいんでやっぱり、そうですね、ミスることはありますね。まあでも結果オーライ、ゲージを温存した形で、はい、中堅戦。あー、うわーっとくぐっている。あれくぐるのかなり切ないですね。そうですね。さあ、カックハン、シェル、はい、シェルは確定な気がする。確定が、確定か。いやこれさっきからこれ多いですね。タッチ B にダッシュを噛み合わせて小足です。いやー、むちゃくちゃうまいな。その小足からのヘリが尋常じゃないんで、あれでもかなり対策っすね。ベニマルのタッチ B が上を蹴ってるんで、はいはいはい、小足に当たらないという、ダッシュでくぐってっていう。さあ、マイビーワンダメージ。さあ、これはくぐってというかしゃがんで対空、距離、距離暴れている。見にくいですが、Kダッシュフリフレームなんで、なるほどなるほど、しっかり、やはり普段対戦してるっていう感じですね。さあ、くぐって、さあ、これは、さあ、これはマックスバーン使うでしょう。ドン、さあ、いいヘリからの裏、見えない。これは1ゲージ、死なない。さあ、表裏いかない、投げを抜けている、うまい、きついとこ抜けますね。かくらない。ジャンディがかぶさっている、ガキは全然危ない。これは使わした形。さあ、昇竜ガードした。これはあるぞ、これは嬉しいぞ。さあ、アバウさん温存した時はどうなることかと思いましたが、まあまあいい、全然いい形で対象戦に。そうですね、まあワンコンボ、おっとめくれた。これ迷うところですね。さあ、使う、使う、クーラーのジャンプでめくれるんですよね、あれ。落ち攻め、マイビー、あー、これマイナス4。さあ、残らないか、残らなさそうやな、これは。いや、今のはガードした M ダッシュ、えらいっすね、がうまいですね。マイナス4、はい、しっかり角半も入れてます。はい、削りに行きたいところをしっかりガードして、はい、さあ、M ダッシュ3連襲、あと1本取ると勝ちになります。さあ、父ちゃんファイナルへのね、切符をゲット。エムラさん、まだ持ってないんですか。今はまだ SR さん1人しか持ってないです。ああ、そういうことですね、はい、なるほどなるほど。さあ、お互い開幕ダッシュガードから入りました。ジャクジャク、お互いゲージが欲しいところですね。ロバートの方がゲージ欲しいですかね、さすがに。そうですね、やっぱノーゲージのダメージが違いすぎるんで、はい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 、クーラーは NC さえ当たればっていう、あとゲージため能力がね、クーラーの方が高いのが、あー、はい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 、ほっとくわけにもいかないっていう感じですね。飛び道具ではゲージたまらないんで、ガードで初めてたまる、ガードでたまるんで、なるほど。さあ、ジャクジャクジャク、そう、ゲージがないとリターンがない。止めて、さあ、しかし1本溜まったので、さあ、アスカがうまい。さあ、これはしっかり弱弱発動、 いや、ノーマル現着。さあ、バックステ読んでたんですが、読んで深く走り込んだが、クーラーのバックステの全体が短かった。
ったんですかね。さあ昇龍もガード、しかし加賀がちょっとむずい。このゲーム早いんで昇龍の加賀入れるのもむずいですね。うお、1入れ替えの前転を読んで、うわー、表わかんた、めくり表落ちの可能性もある。え、マックス版使った、マックス版使いましたね、高まりすぎましたね、はい、今のはこれは高まってマックス版を使う、はいはい、まあ指当たったか高まったかまあでもアバオトさん的にはかなり美味しい1ゲージを余分に使ってくれましたね。そうですね、1ゲージ儲けという感じの。さあ前転が仕込んでますね。さあ歩いて投げ、やはりベニマル体育がないのがなかなか難しそうだ。さあ着地投げ、さあガーチャン前転を通して、さあクーラーの演習が強い。そう雷光剣剣聖、さあこれだーが通って、さあ粘るブラッシュ、うらガードしている。さあ飛びが通った、地上剣聖には飛び、多分ね、NB やったら落ちてたんですけど、金 B になったんで、飛び込まれましたね。はい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 、さあ、ベニマル系ダッシュ。さあ、この系ダッシュが問題ですよね。そうですね、先ほどその立ち火かなりくぐられてるんで、はい、メイン牽制の立ち火を、そうですね、どうさせる、うわー、シェル、おっと、これ、シェル相打ち。やはりこれダッシュしゃがみ B がなかなか辛そうな見た目をしています。まあただ今回アインでゲージがたまらなくなったんで、はいはい、ある程度放置はできるっていうのはいいっすね。はいはいはい、さあ時間をかける、さあ発動して、さあ EX コレダー通って、いやこれは痛いですよ。シュシュ、おお、なるほど、これ産地がねかなりあるんで、これリーチです。うまい、かぶせる、あーバレー、あーバレたー、昇龍警戒していろいろリバサを警戒して待ってーというところで、まあ、成功足でしょ、ね、読みで、ね、いやー難しかったなー。まあお互い当たれば勝ちの勝負だったんで、はい、さあしかし5ゲージレオナ、さあこれは勝利を打っていく黒バイツ、さあ歩いて投げれないか、うわーと思て足が刺さる、やらかしたさあマックスヒートドライブ、表ガード、前に来たらあるぞこれは、おーと EX ムースラであるある、さあ間違えた感じですかね今のは、 02UM と間違えたみたいですねおーとダッシュ講師が開幕となって減るやつだ、これ激アツですよ、ドーンからの表中段はガード、走ってきているぞ、さあこれ1でも始まるぞ、もう1ゲージある、おお、ゲランガード、危ない危ない、おーわー飛んでる、これはこのゲットでマックスバン、あー死んだー死んだー、取っていく、いや今のよく飛びましたね山尾さん、いやー熱いっすね、ここしかないという感じでビタ飛びしました、 EX 連舞脚飛んだー、だってその1回目ガードしてるんですよね、そうなんですよ、まあファジってんのかもしれないですけど、まあ今のはいやでも発動中やったから、はい、まあ壊しくなっても安い、ああはいはいはい、はい、ああなるほどそういうことか、うん、あなるほどね、あ裏見えない、これ減りますよねクーラー、減る、
大レイスピンがかなり減るようになったんで、飛びが通ったから NC になる。ジャグジャグジャグ、しゃがみ C、 8B しゃがみに当たってもいいけど長いんでね、もうちょい短くてもいいかも。さあファジー暴れ、ファジー暴れですよね、あれクーラの、そう投げ込みの、うん、クーラの禁止全キャラ中最速です。え、何フレ ?4 フレ。あ、4なんや、禁止クーラ。まあ、しゃがみ技はね、3のやつとかね、いるんですけど。あ、前、いや、前も4やな、4最速っすね。なるほど、うん、まあ確かに壊し EX 変で終わるけど、単発入れ込みになるんじゃない、あの距離は。はい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 。 EX 変って各班はある、もちろん。あー、あのか、うん、ノーマル変はないんですよね。ノーマル変はない、投げ、駒投げぐらい。さあこの発動からの EX コレーダー、かぶってかぶって食うぐらいなんで安いんすよね、あれが。そう、ナイトのベニマル暴れているからの、この氷里がガードしている。エンビさあ、クーラー相手にはかなり機能するのか、エンビ。さあ、エムダッシュさんはマッツ、さあ、迷ったか今のは。そうですね、アバオさんはあの、イヤイゲルあまり使わないスタイルなので、これは難しい。アインシが当たるが、さあ、各班これだ。さあ、ね、しかしエムダッシュさん粘りましたね、これは。遠心ヒット確認して下まで入れ込んじゃったんですけど、はいはいはい、レイスピンが当たんなかったっすね。これはアバさんかなり美味しい。さあ問題は中堅の K ダッシュ、さあ体力差はあるが、まあ、ベニマルはね1本でも火力が出るんで、1本1本で殺せるんで。 K ダッシュの爆線めっちゃ下がりません、距離。 K ダッシュの、あーっと取れない、ガードしている、確定はない、いやー次は確定、あー今のかくってます、かくってますね、なるほど多分。さあ京昇龍、いや弱か、これ弱やな。さあ M ダッシュリーチ、 M ダッシュリーチ。さあしかしレオナなら、はい、レオナなら、さあこれはいいのが入って、大きい攻めは、さあゲージを貯めつつ勝ちたいところ。そうですね、さあ置いている、刺さる。まあでもこれ食らうことによってゲージが貯まりますからね。しかし減る。さあ後転最速、さあ2ゲージ込んで、うわうわ刺さった、うまい、うまい、死んに、いや残りそう、うわー、勝ったな、 M ダッシュ、おめでとうございます。強かったー。